今回から第1章に入ります。人生の先生をまず見つけよう。お金が欲しいんじゃないです。ウォーレン・バフェットは世界一の投資家です。マネーの分野で大成功を収め、フォーブスという雑誌の世界の長者お金持ち番付に乗り始めてもう40年近くなる有名人です。普通なら羨ましがれる一方で、悪口を言われることも少なくないはずです。ところがバフェットはオマハの賢人と呼ばれ、政治家や経営者など多くの人から尊敬され愛されています。バフェットが欲に振り回されたり贅沢をしたりしないことが広く知られているからです。例えば2006年、76歳の時には自分の資産の 85% を慈善団体に寄付しています。時価、その時の価格で370億ドル、3兆7000億円というとてつもない金額でした。儲けたお金を自分のためだけでなく、困っている人のために使う人なのです。また、バフェットの資産は親からもらったものではありません。自分の知恵と力で築き上げたものです。そこにも値打ちがあります。世の中にお金持ちはたくさんいますが、バフェットのような人は少数です。だから世界中で賢人と称えられているのです。では、バフェットはどうやって富豪、大金持ちになることができたのでしょうか。スタートを切ったのは6歳の時でした。祖父が経営する食品店で仕入れたチューイングガムを近所の家を一軒一軒回って売り、1つにつき2セント、2円の儲けを手にしました。その後もコカ・コーラや古いゴルフボール、ポップコーンなどを売り、12歳の頃には120ドル、1万2000円を貯金していました。この小さなお金がやがて大成功を収める最初の元手となっていくのです。しかし、バフェットのすごいところは、早くからビジネスを始めたことだけではありません。バフェットは11歳の頃、30歳までに億万長者になるんだと宣言し、居合わせた人に、なぜそんなにお金が欲しいの?と聞かれて、お金が欲しいんじゃないんです、と答えています。バフェットはお金を稼いだり、増やしたりするのが好きでした。でも、それはお金があれば人間として自立できるからでした。お金があれば自分が好きなこと、やりたいことができます。必要なものが買えなかったり、いやいや働かされたりといったこともないでしょう。ですから、お金は贅沢のために使ってしまうのではなく、もっと増やすための運用、活用に回すのが当然でした。バフェットは、お金があれば贅沢をしたいという普通の考え方を変えたとも言えます。この点でもやはり賢人なのです。バフェットからのメッセージ。お金があれば自立できる。贅沢なんてもったいなくないか?今日のバフェットからのメッセージです。お金があれば自立できる。贅沢なんてもったいなくないか?